では前回のあらすじから。てかこれ左下にいるのローじゃん。まあいいか。虹色の枝を探し旅を続けるミカミックスたちは、グロッタの町で開かれる仮面舞踏会の優勝商品である虹色の枝を手に入れるため出場の決意をする。抽選の結果、ミカミックスは前大会のチャンピオンハンフリーとペアを組むこととなった。ミカミックスとハンフリーは優勝を勝ち取るが、表彰式の最中にハンフリーが倒れてしまう。その後ミカミックスの元を訪問したローから行方不明になったマルティナを共に探してほしいと頼まれ、一行はハンフリーの個人へ向かうのであった。マルティナが仲間になったらもうこれカミューと交代だな。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11、では続き、グロッタ地下なのこれ地下以降からやっていきたいと思います。孤児院の地下ですね。普通にモンスター住み着いてんじゃねえか。大丈夫かこの街。あれなんだ、死体もいる。いい音か、やべ強え。逃げてった。明治ドラキーじゃん、よく見れば。ちょっと作戦ガンガン。カミュはマジックパー使うな。でセーニャがバッチリで OK。 ちょっと待って、俺もガンガンになってるから命令させろ。カミュせっかくな二刀流になったのにな。多分このイベントが終われば、なんかあの二人が仲間になりそうな気がするんだよね。すげえんだよ。えロウいたんだ。独特ゾンビ強い。ドルマいいね。実質5人だからな。んー、こっちが登れる、登れるは登れるか。え、どういうこと。あ、向こう行ける。まだらくもいと。装備はね結構、え、ここも整えたから、まあ割といける気がするんだよな。雲の糸を退けながら。でも雲の巣が張ってるってことはさ、人の出入りがされてないってことだよね。一番右のやつなんだ、ガチャッコ。まことも厄介だな。セーニャとベロニカがよく封じ込められる。ダメージの通りが良くない。お前は大丈夫なのか。うちらのパーティーではないからな。あ、逃げてった。よく逃げてくな。女性にやって、ベホイミ、神。倒していくか。多い、本当に多い。本当にベロニカが魔法封じられるとかなりきつい。いいよー。あ、マルティナも当たるんだ。マルティナじゃねえや、ロー。こっちもいいよ。威力暴走って全然しないよ。いや、魔法の方がいいな、あいつは。どっちかっていうと魔法キャラなの。おわ、強い。あとはこのガチャッコだけ。さすがじゃ、上出来じゃな。で、ここ下行って道が左右に分かれている。こっち側から行こう。あ、これ別に A ボタンとか押さなくても勝手に払いのけてくれるわ。でもこれ下降りちゃったら戻されるからね。これだけ回収して、やった銀の宝石。っていうか
別にさ、変えるからね。変えることが判明したから。マホトーン。一体だけだから早かったな。ディバインスペルってなんだ。スキルポイントはちょっと少ないからまだ保留にしておいて。前方に毒毒ゾンビ。でもなんかこいつは知性はなさそうだからさ、町の方までは来なそうだよね。ずっとここら辺をうろうろしてそう。毒の粘液弾いた。強い。ギラ強えな。早くベギラマ覚えたいんだけど。一気に行くぞ。それせい。あっぱれじゃ。ちょっとこっちのくぼみも見るけど何もない。こいつすぐ逃げんな。何なんだ。こういう時ちょっとホイミあたりを唱えてほしいな。少し減ってる状態だと命大事ににする。あ、ローありがたい。攻撃魔法も使えて回復魔法も使えるな。全部中途半端キャラなのかな。魔法もそこそこ、攻撃もそこそこみたいな。結局そうなっちゃうからね。え、誰。毒毒ゾンビか。やられたな。確かにこれはやられた。認めるよ。だが、あ、ニフラムってさ、なんか効きそうじゃん。ちょっと使ってみよう。使うだけ。やー、何も起こらなかった。悲しすぎる。あ、動けなくなって。これ両手両方しびれの探検だからね。これ自分で回復してドールマン。でやっぱデインだな。安定のデイン。いいね。5人ってすげえ火力が高い。安定する。めちゃくちゃ。で下降りて、さてそっから分かれてるね。一応まあ見れるっちゃ見れる。結局どっちもつながってんな。右から攻めてく。あれ、なんだ、ガチャクが怒ってたのか。気づかなかった。勝て。魔法もあんまり取らねえしな。いいよ。こういう時にでいいんだな。勇者の雷をくらえ。強よ。さすがだ。ちょっと勇者スキルマジでマスターしたい。あ、これあいつじゃん。なんだっけ名前。アンデッドキシム。ゲメタルスライムがいる。マジか。まあいいや、逃げてった。最近にガチャッコ倒すよね。あ、ちょっと、あ、神を2回攻撃じゃん。よく考えればメタルスライム。ベロニカナイスだ。いいね、メタルスライム狙ってくれるわ。お前は狙わないけどね。いや、二刀流だったらよくないか、メタルスライムに対して。倒した。やったー。よりによってこっちで会心会を押せよ。2000持ってる。スキルポイント7、スキルポイント12。ちょっと振り分けるか。あれ、振り分けますかって出ない。シルビアがバギー覚えたのか。メラハリケーン、なんだそれ。ちょっと待ってね。スキルパネルで、ベロニカ魔導書がなんだっけ。
不気味な光8で、こっちはマジックパワー10、魔封じ、何がいいんだろうな。ちょっとこっち進んでいくか。シルビアだいぶ溜まってんな。カミュー7はちょっとまだ少ないよな。てか探検スキルにしか振ってねえんだけど。4ポイントです。取れる。取ろう。で、ワイパーファング。猛毒。タナトスハント。毒や麻痺でも6倍か。なるほど。ただ、カミューもそろそろお役目ごめんになりそうだからな。悲しいことに。いやー、メタルスライム。さあ、行くぞい。逃げた。左手はそうそう当たんないから。メタルスライムに魔法なんて唱えてんの。アンデッドマン。ダメだ、メタルギリが欲しい。よし、いいね、左手が当たってる。ダメだ、ベロニカ。ロー、お前はいい。セイヤ、やった。これは倒したかな。いいね、2当たるのはかなりでかい。でスキルポイントは4。いや、ここメタルスライムアタック職人。あ、これはいいや。でちょっとじゃあこっちから覗きますか。宝箱回収。1000円か。金はねだいぶ使っちゃったからね。じゃあここら辺結構メタル狩りができそうだけど、やっぱりメタルスライムは効率がいいからね。メイジドラキー、なんだ、え、当たんない。ギラ、ギラからのデインで一掃できるっしょ。デイン効くからね、やっぱり強すぎる。でちょっとあの光るものも回収して、銀鉱石、最近ちょっと銀鉱石が流行りだしてんな。まあ鋼用の素材なんだけど。でこっちに来て、左は単に道が通じるだけか。ガチャコッコか。これ強えな、普通に。完全にバグってんだけど、左のやつ。いや、バグってるって見た目の話だけね。別にゲームがバグってるわけじゃないんで。え、逃げてった。おととい来やがれ。なんだこいつら、みんな逃げんな。多分メタルスライムもだって逃げる系の敵じゃん。ただ明かりが灯されてるっていうことは誰か人の出入りがあるってことだよね。そんな全然気にしないだろうけど、ただ単純に暗かったらダンジョンにならないからっていう。え、なんかいるんだけど。何あいつ、トロルだよね。やるか。37、めちゃくちゃ当たってんだ。トロル、踏ん張り時だ。どうする、寝るかな。寝ろ。ダメだ。まあ切らない。ダダッシュ。マヌーさん、おお、いいね。おお、幻に包まれている。デビルンチャーン。ロボ攻撃より魔法唱えろ。ギラ、いいね。マヌーサめっちゃ役に立ってる。
いや、トロルやっぱり強えわ。さすがじゃ。お怪我はありませんか？ちょっと頑張りました。セイニャ20レベル8か。キアリク、ザオラルよりキアリクの方が後なの？もうちょっと早めに覚えてくれてもいいと思うんだけど。あれ、これ個人のところに通じてるわけじゃねえやん。宝箱、小さなメダル、まあまあまあいいでしょう。トロルを倒した甲斐が、ゲー見えなかった。取れ、はい、大丈夫です。もうこのくらいでベホーミー唱えてくるよね。デイン独独いいよ、いけ、いいね。強い本当に。ええー、かわされた。何硬い、ドルマ。ベロニカ。やっぱメタルスライム倒してるからデビラガンの早えな。ああやった、覚えた、ビギラマ。これでかなり楽になるんじゃないか。火力高そうだもんね。鉱石、あれメタルスライムじゃん。え、違う、え、ちょっと全然違う。いや、メタルスライムだよ、攻撃できねえし。ガチャコップだったいたな、そういうそんなやつ。逃げてった。ここはデインで行く。一掃、やったぜ。神21、キメラの翼。なんで飛んでるかな。これはガチャコックか。なるほどね。銀、金、銀。あ、トロ復活してる。ちょっともういいや。なんか仲良さそうだなお前ら。じゃあこっちへ進んでいって、あ、トロル普通に出てきてる。あんまり相手はしたくないな。アンデッドマン、不意をつかれた。せいにゃ、デインだな、ちょっと。いいよ、まあ、これはいいよだよね、さすがに。猛毒、猛毒ってどうなの？これアンデッドマン？てか連携でさ、聖なる祈りで。え、聖なる祈り？アンデッドマンどうなの？宝箱2つ、おかしな薬、大きな骨、何にもなんない。ちょ待て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 、オッケー、そうだ、毒ってるんだ。キアリ、これを回収して、鉄鉱石追っかけてきてんのあいつ。神の頭か、追っかけてきてると思ったけど。ちょっとダンジョン的に長いね。トロルがいるのが厄介だな。アイテムは回収していく。銀鉱石、だいぶ銀が溜まってきてるけど、まあ1個200円だからね、銀買うのに。なんだ、あ、メタルスライム、行くぜ。
メラ。おっ、ビーム攻撃してきた。チーム攻撃してきた。マフジのせい、まあいいや、しょうがない。いいね、2。B か、だからいいね、3で倒した。よし、 OK。 だから効かんて。いや、カミューの二刀流マジでいいわ、対メタルスライム用に。うおお、2体倒した、やったぜ。あとお前ステーキ玉55、すげえ。ノリノリだな。お疲れ様でした。気温して、うん、シルビアもレベル上がった。もうどうでもいい。もうメタルスライムか、落とした。命の木の実。アンデッドマン、ここにいるアンデッドマンは関係ないのかも。あの、なんだっけ、名前忘れちゃった。バンデルフォン、バンデルフォンにいるアンデッドマンじゃないとクエストは完了にならないのかな。いや、ベロニカ強いね、やっぱり。多分仲間的には8人なんだろうな。で、そうするとベロニカは完全魔法より、ローが、まあ、魔法も使いつつちょっと回復もできつつ攻撃もしつつっていう感じだけど、中途半端になりそうなんだよな、あいつ。何よりもジジイだし、使う気になれん。ああ、トロルが突っ立っている。一応こっちから抜けていくか。あ、宝箱ある、回収。え、一食い箱出た。え、何この赤い線は。ザキ死んだ。一応ザオラルがあるっちゃあるけど、ロー、お前もザオラル唱えられんのか。すまね、回復は千年に任せよ。誰も眠らなかった。ローは効かなかったってどういうこと。ローは一食い箱はね、出てきた当初は本当に強いんだよね。ベロニカのストリートも若干 やばいな、危ねえ。で、セーニャレベルアップ12か。ちょっと見よう、スキルポイント。で、スティックスキルを上げていってんのか。戦闘時小回復、キラキラボーン、悪い効果から13か。ちょっとこれ覚えよう、覚えられるやつ覚えていこう。スキルの種やった。何個くらいあったっけ今、スキルの種。なんか初めてではないよね。ちょっとベロニカを回復させる。ブルーアイ、インパスを持ってるわけじゃないからな。見た目でわかんのかな、一食い箱ミミック。それが判別できればこれ登っていけるけど、ちょっとあっちも見たいから、こっち先行こう。この奥、トロル。お前も最近どこにでもいるな。あの宝箱を回収する。やった、世界中の歯。一食い箱用かな。まだちょっとセーニャが育ってなければザオーラルがないからね。でもここまで来れば、まあ、ザオーラルを覚えるくらいのレベルにはなってると思うんだよね。別にメンバーに出してなくてもレベル上がるし、つっついていこう。僕の大臣なんだ、ベギラマ。ベギラマが入ると思うけどだいぶ楽だ。デビルンチャーン、ドールマン、
メラがこれだけの火力出るのは本当助かる。なんかもうメラなんて最初の方で使わなくなるからね。それがここに来てもまだメラ使えるっていう。一応宝庫、わかんねえや。魔法の聖水4個、なぜだ。ここでマジックパワー減ってたら回復させろってこと。キャンプがないから。一応扉があるな。ヒットポイントだけは回復しておいて、閉じ込められてるみんな。アラクラトロ様、新しい獲物を連れてきました。アラクラトロ様、わざと捕まった甲斐があったわ。16年前に町を襲った魔物の群れはグレイグによって倒されたと聞いていたけれど、生き残りがこんなところにいたなんて。グレイグマジで何歳？16年前にグレイグに倒されたってことは、もうその段階でグレイグ結構な年齢だったってことだよね。姫よ、ご苦労であったな。ハンフリーよ、すまんが、お主の部屋を調べさせてもらった。決勝戦の直前でお主が飲んでいたもの、あれこそが闘士たちから絞り出されたエキスだったのじゃな。なんかやだね、闘士から絞り出されたエキス飲んでたの。そうか、俺の部屋に侵入したのはあんたらだったのか。しゃー、その通りだ人間よ。16年前、我は憎きグレイグによって傷を受けた。その傷を癒すためのエキスを集めるためにこの男を利用したのだ。強い人間のエキスを飲めば我が傷は治る。そのエキスを人間が飲めば無敵の体になれる。その誘いにこの男は乗ったのだ。勝ち進んで金を手に入れるためには強者のエキスが必要だったんだ。孤児院を守るためなら何だってするぜ。すまない、この秘密を知られたからにはお前たちを生かしておくわけにはいかん。やれやれ、愚か者め、自分の体のこともわからぬとはな。お主の体はあのエキスのせいですでにボロボロじゃ。そうして立っていられるだけでも奇跡と言えよ。情けないな。これも魔物の力に頼った報いか。これ以上は使い物にならんか。所詮は軟弱な人間よ。ならばこのアラクラトロ様が直々に貴様らを始末してくれるわ。
私はみんなを救出する。魔物の方はあなたたちに任せたわ。生かしては返さん。油断大敵じゃ。回復を手伝おう。超ありがたい。ちょっとここは作戦命令させるでいきましょう。カミュ、寝るかって言われたらだよな。ジバリアでもやっておく。一応やっとこう。土だから効かなそう。はい、やだけろジバリア。ゲッツ猛毒えっすげえ。ガチでやばい。回復してくれるけど回復に走ろう。ちょっとベロニカ、ルカニが効くかどうかだな。こういうのどうかしら。よし、かなり下がった。汚れを払わん。ありがとうございます。いや、ローいてくれてマジ助かるわ。炎の旋律、炎属性は関係ないから、スカラ必要か。スクルトが欲しいんだけどな。ちょっとベロニカ回復しておこう。もうセーニャを常に回復にしよう。いいね、ジバリア強い。カミュー危ねえ危ねえ危ねえ。もう寝ろお前は、スリープだが。よしよしよし。でセーニャはもう本当に回復、回復が間に合わねえ。で、ルカにはもういいか。攻撃に入ろう。ベギラマ7、火力的には高い。でも余裕があればドルマ使ってくれるからね。スリーブラガー、一応スリーブラガーでもちゃんと2回攻撃してくれるから。ジバリアいいな。あ、そういうこと。ちょっと回復しておく。早めに早めに回復しておく。ドルマ、スリーブラガーダメか。ジバリアが消えた。いってこれの2回攻撃かな。ってかどんだけ絡まって動けないの。よし、直った。ここからですわ。守備力元に戻ってメタパニーマとかマジかよ。カービィが混乱した。何やってんのお前。ルカニだな。こいつ直すのなかったよね。キアリクってだって麻痺とかだもんね。一応死ぬのは嫌だから神を回復させとくか。ヒットポイントは高めにしとこう。でキアラル超ありがたい。でジバリアかけよう。これ何気に役立つ。死ぬとけ。これが強いんだよ本当に。守備力下がるしね。よし、盾ナイス。ベロニカでセーニャも回復。ここからですわ。安全に行こう安全に。でベギラマ行くわよ。どう、お前は攻撃をするのか。スリープだが、こいつが取れる。誰と誰、ちょっとわかんねえ。大丈夫そうだ、全員大丈夫そうだな。これはかなりラッキーだ。ここ攻撃に入れるね。火炎切りでいこう。86強い。ベギラマ、セーニャどうする。スカラーでちょっとミカミックス上げとくか。
から聞く。あ、いいねいいねいいね。あ、だいぶ軽減されてる。神、このまま攻撃に入ろう。ん、ジバリア、あ、まだあるか。守備力がもっと良かったのか。ただまあ回復はしとくでしょう。助かったぜ。でベロニカ食らったら死にそうだからな。ルカニを唱えるか。もう結構減ってるよね。ベギラまで押し切ろう。ドルマナイス、いいとこ持ってったな。ロー一丁上がり、やったぜ。メタルスライムよりは経験値持ってる。インパス、ようやく覚えたか。キアリク、これで一件落着だな。ベロリンマンもいる。仕方なかったんだ。俺のような三流投資の稼ぎでは子供たちを養うことができなかった。ここは孤児院の真下にあたる場所でな、ある日金が底をつき頭を悩ませていると荒倉殿の声が聞こえてきたんだ。力が欲しくないか、欲しかったら我のもとに来いと。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために俺は力を手に入れることにした。奴の道具になる道を選んだ。ろくでもない契約なのは分かっていた。だけど俺の育った場所、孤児院と子供たちを守るためにはこうするしか。その決意を真っ当な努力に向けず魔物の還元に乗ったのはお主の弱さ。しかしまだやり直せるはずじゃ。わしはここの町長につてがあっての。孤児院については悪いようにはせん。なんとか手を打つよう働きかけてやる。だから安心して人生をやり直すがよい。はあ、すまない、本当にすまなかった。こいつ何者だろう。こうしてグロッタの行方不明事件は解決し、ミカミックスたちは宿屋で一晩を明かした。これで仲間になるかな、この二人。起きて。お前か。ねえ、起きて。起きてったらん。グッモーニング。呪いの音楽なんだ。いや、お目覚めのところすまないが、道具上に急いだ方が良さそうだ。お預けになった表彰式は今日やるんだとよ。さあ早く行こうぜ。表彰式頑張ってね。観客席から勇姿を見守ってるわ。表彰式で頑張ることなんてあるか。突っ立ってりゃいいだけでしょ。よし、じゃあ行きますか。この荒くれはルーキーったら。え、受付の人に言えば案内してくれんの。ハンフリー様の体調も回復した。
たかだか表彰式のためにこれだけ集まってくれるとは。まだ熱は冷めていない。大いに盛り上がった仮面舞踏会もいよいよ終わりの時を迎えました。それでは改めて表彰式を行います。ハンプリールーキーチームどうぞ舞台へ。それでは優勝賞品の、ちょっと待ってくれ、本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビジョンマッチをやろうぜ。どちらが上か白黒つけようじゃないか。まさかのエキシビションマッチの提案に会場も大いに盛り上がっています。さすがはチャンピオン、心得ています。これでもう後には引けなくなったな。なんてな、もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ、勝っても負けても恨みっこなしだぜ。こいつヒットポイントが半端ねえからな、いくらダメージを食らっても倒れない。よし、締めようぜ、やってやるぜ。さあどうする。でも寝るは寝るんだよね、寝たあれがあるから。寝ろお前、さすがに寝ないか。あ、両方とダメージ受けないって何。これが俺とお前の差か。一方的な殴り殺し、それを観客が見て楽しいのか。いやでもそういうのを楽しみにする観客もいるからね。所詮薬に頼らないハンフリーなどこんなものよ。王者陥落。勝負あり、勝者ルーキーっていつまでもルーキーって言うなよ。勝ったんだからさ。ハンフリー、なんだか弱くないか。一体どうしちまったんだろう。お見事、エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。観客のみんなも分かっただろう。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。賞品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。気づかせてくれてありがとな。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれてありがとな。あんたは立派なチャンピオンだったぜ。ハンフリー、ハンフリー、ハンフリー。それではチャンピオンであるあなたに優勝賞品である虹色の枝の贈呈を。大変です。パクられたか。虹色の枝が盗まれてしまいました。虹色の枝があった場所にはこの仮面が。この手紙はあなた宛てのようです。いちいち手紙なんて書いてたんだ。親愛なる三上君さんへ。軍の和城を後にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝は
お預けじゃ。あ、なるほどなるほど。ローちゃんか。おお、なんと最後に思わぬ大波乱。優勝商品の虹色の枝がロー選手によって盗まれてしまいました。果たして新チャンピオンさんはユグノア城後で虹色の枝を取り返すことができるのでしょうか。ユグノア、それって彼の故郷なんじゃ。モンスター愛好家、舞踏会のチャンピオン。ん？これでなんかある？こっちクエストが発生してんね。やっていこう。当主としてお客さんに見られても恥ずかしくないパーフェクトな肌を常に維持するのが俺のポリシー。なんだこいつ、ろくなやついねえな。スキンケアに使うヌルトアロエって草が欲しい。ユグノア地方西にある大滝の近くが生えている。絞り汁を肌にすり込むとツルツルの肌になるという。まあいいだろう、取ってこよう。ハンサムな装備のレシピぜひ欲しい。あんた顔じゃなくて心の方もいけてる。完璧じゃないかミカミックス。しっかりと地面に根を張っている植物、鎌で根元を切って採取する。へえ、まあ、これはなんか行けば取れそうだから。キャーミカミックスさんよ、どうだ今日ご飯でも。あなたも災難だったわね。相棒が不正を行ったり優勝商品を盗まれたり。これからも強く生きてね。うん、俺の心を癒してくれ。てかビビアンどこ行った？ビビアン探そう。いたー、ビビアンちゃん。俺の心を癒してくれ。なんでなんでまだ仮面つけてんの？仮面外しなよ。僕ちゃんが助けてくれなかったらビビアンちゃん今頃エキスを絞り取られてシワシワのおばあちゃんになったかも。ありがとね僕ちゃん、俺にパフパフしてあげよっかな。おーいいね。してくれしてくれ。一応サイゼリアにも話しかけるか。あんな魔物に使うなんて修行が足りない。ああそうか。あれこの子は面白い大会だったわ。じゃあそんなわけで今回はこれで終了して、次回はユグノアの方ですねに向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。